長期戦で挑め。長期戦で挑め。はい。アットマークかけたら F の文字をかけたら月が見えてゆく。いつも見てたあなたは先に走ってゆくもの。水色があればもっと彩りは良くなるだろう。黄色の笛は僕の手の中、それをふっくり掲げてみたら、ラララッタッタラッパッタッタラ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 ッタタラテテルタタタラテテルテテテレテテ。動脈を激しく打つ音が響く。いつものよりも早く、もっと早くしてくれと願う気持ちは焦りが生まれ、長い目を見たらそれは心を削った。タッタッタッゴロケズタラッタタラッタパラパッパッパルンタラッタツラトゥトゥタルトゥトゥタルトゥトゥタルトゥタルトゥトゥタル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 トゥあ、犬は鳴き声がするってさ、神は宿るって言うけどさ、猫が引っかいたってさ、鳥の卵が生まれたってさ、宿命は変わらないってさ、誰かが言うってなって、定めってかっこつけたってわかんねえって、わかんねえことを信じて、ただ走る物語さ。お前は知ってるだろって問いかけてみりゃいいんだろ。そしたらさ、勝手にさ、その足は手は動いて行くものだから、ゆっくり開いて行けばいいから、行けばいいから、行けばいいから、湯煙だってさ、シルクのように細長くすぼろい心がね、それが問いを与えることだってあるだろう。答えなくたっていいけど、握ったっていいけどね。指差しゲームなんてやめてしまえよ。それは何かが動き始める合図で、花瓶の中のあなたに響く、それがもっと鳴り響けばいい。力を与えようとする物語はほら腐ってゆくんだ。腐っていくものなのさ、そいつの手の中でな。生きる、生き続けるものなんてない。だからだからだから長期戦なんや、なんやかんや言うても。そうやね、なんやかんや言うても長期戦が一番おすすめ。
えらいこっちゃ。めっちゃおすすめ。はい、絶対おすすめですよね。絶対おすすめですね、うん、そういうまあ短期戦もいいですけどね、うんうん、まあやっぱ長期戦っすよ。長期戦ですね、うん、長い目で見ましょう。見ましょう、うんうんうん、それが結局ね、結局喉の渇きを潤していきます。そうです、そういうもんです。はい、うん、今いいこと言いましたね。そうですね、はい、大昔アフガニスタンの砂漠の、はい、お水がなかった人たちも、はい、あれですよ、汗吸いながらあの布ぐるぐる巻きにして、なんかこう蒸発して水分じゃ脱水症状にならんようにオアシスを探したそうなんですよ。ああそうなんですか。はいはいはい、これ本当の話。ああほんまの話なんですね。はいはい、砂漠地帯の人はね、うん、もうでもその早くオアシス見つけたい見つけたい言うてブワー布脱いで、うん、グワーってダッシュで走って、はいはいはい、じゃあだんだんちょっと唾も吐きたなってペーってやったりして、うん、でしたらすぐバタンって倒れるんですよ。へでもあれも、はい、布ぐるぐる巻きにして、はい、想像してくださいよ。カンカン照りですよね、はいはい、砂漠ですよね、はい、水がない、はい、みんなヘトヘトや、はい、汗もダラダラや、はい、気温も45度とか、うん、カラッとしてる。ほんでまあぐるぐる巻きでオアシスゆっくり歩いて探すんですよ。はいはいはい、ゆっくりゆっくりね。ほんでもう目以外全部隠して、うん、息する息を吸ったり吐いたりする水蒸気ももったいない。ああはいはい、全部吸いたい、全部吸いたい、はいはいはい、汗も無駄にしたくない、はいはいはい、はいはい、だから長期戦の方が絶対いいですよね。いいですね、サバイバルしたいのならば。はいはい、おすすめです。はい、まあでも日本国内は水豊富じゃないですか。はいはいはい、豊富です。豊富だからこそ長期戦なんですよっていうことを忘れがちなんですよ、人は。そうですよね、はい、うん、これ締めます。はい、締めましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。長期戦で、はい、これからです。はい、何事も諦めるな。せや。